やっとな、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 やっとな。末広狩り、大富豪がお正月に来るお客様に末広狩りを配ろうと太郎冠者に使いを頼む。しかし太郎冠者はこの末広狩りをよく知らない。知らないまま好みだけを聞いて都に出かけてゆく太郎冠者。この好みというのが、髪がよくて骨がちゃんと磨いてあって金目がしっかりして絵が洒落ているというもの。都に着くとまんまと言葉巧みな詐欺師に捕まり、好みの条件にバッチリ合った古い空傘を高額で捕まされ帰宅。末広がりとは扇のこと。扇ではなく空傘を買って帰ってきた太郎冠者に激怒した主人は、太郎冠者を家から追い出す。途方に暮れた太郎冠者は、詐欺師に教えてもらった機嫌を直すための歌を思い出し、最後の望みを込めて歌い出す。果たして主人の機嫌は治ることやら。大花宝のもの、汝は大儀ながら都へ上って末広がりを求めてこい。かしこまってござる。末広がりかを、末広がりかいす。のもの、もこれこれ、私は末広がりが欲しさにこのように呼ばわってはりきます。のものをおいやるか、これにいます。さあさあ、末広がりをおみやれ。どれどれ。このようなものはいりません。まずその、末広がりを見せてくだされ。さてはそなたは末広がりを知らぬが上等な。そりゃ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 、なんと末広がりになったではないか。なるほど、お好みにもことごとく合わせてやろう。まず直身よもというは、この紙のこと、美濃紙の上状をもって、天気の良いに張ったによって、これ、今後にいたす。まことに今後にいたす。骨に磨きを当ててというも、この骨のこと、物の上手が品の特さ、無垢の葉をもって七日七夜の間磨いたによって、これすべすべいたす。まことにすべすべいたす。金目嫉妬というも、この金目のこと、これをこうしていつく、いつ方へ参ってもきっくりともすることではありない。ざれはな、なんじゃざれ、なかなかしばらくそれにお待ちあれ。心得ました。やっとなんとなされます。やっとなされます。やっとな、なんとなされ
されえのことではおりない。いや、何かと申すうちに戻った。さらばお目にかけましょう。どれどれ。おお、もっちは都へ登って雨に覆ったと見えてからかさを求めてきた。まずその末広まりを見せい。やっとな、やっとな、もうそれやっとな。なんとしもるぞいやい。おのれ、まだそこに。Yeah.